大和レイコ役の蒼井優さん。朝一に出演したので退場となるのでしょうね。モデルは飛鳥晃子という人らしいけど、桃色葬儀を調べると中心人物は水野絵滝子という人らしい。よくわからないけど、飛鳥晃子は解雇になって29歳の若さで亡くなったという。